ウッドロードがお届けする動画家具教室、アシスタントの大浦と坪倉でお届けします。はい、ウッドロード動画家具教室は有料で木工技術を配信しているサイトです。はい、ね、うちのサイトでまあどういったことをやってるかっていうのを、まあ、皆さんに知っていただこうと思い、はい、過去の動画の中から2本、毎月2本を無料で YouTube で公開することにしました。はい、お得ですよね。そうですね、これを見て皆さんも木工技術をどんどん上げていただければいいかなと思います。はい、では3回目の今回は、今回はですね、額の作り方でやりました欄鍵という方法についての動画です。そうですね、はい、ここですね、この段、はい、これ今2段ついてますよね。はい、まあ、これを取り回でまあこういうふうに何度かに分けて削ると。そうなんですよ。で、まあ、それをやるんですが、はい、まあ、大さん結構苦戦、この当時は苦戦していました。まあ、今となっては簡単ですけれども、と思うんですけど、先ほどもう一回復習で見たら、あれこの計算どうだったかなって思うんですけども、はい、これを見ればね、誰でもできますので、あの見ていただいたら、今なんでそんなややこしいことをや思わはったんやろと思った見てもらった方も思わはると思うんですけど、はい、これ見ていただいたらこういった加工、もっといろんなこともできますので、はい、はい、ぜひこれを見てご覧ください。新たな挑戦していただけたらいいかな。はい、じゃあ動画どうぞどうぞ。額の作り方、ステップアップトリマー編のパート4です。そうですね、もうだいぶやってきましたよね。やってまいりました。だいぶ慣れてもらったかなと思うんですけど、はい、トリマーに対して。いえいえ、まだまだこれからでございます。まだまだ、まあ、そうですね、ちょっとずつ勉強してもらって、はい、はい、分からへんどこもだとこの動画を見直していただくと。そうですね、もっと家で練習したいなと思ってるんですよ。はい、やってください。手を動かさないとすぐに。そうですね、なかなかね忘れてしまって。頭だけでは分からないんですね。そうです、体も動かして 覚えて、うん、覚えていただいたら。そうですね、じゃあ今日も、新しいことをやって、また家で早速復習をしていただいた。一回でも触ると違いますね。ああ、全然違うと思うんですよ。そうなんです、はい、実際削るんじゃなくてこうして調節、ね、そうです、するだけでもちゃいますよね。だからまあそれを家で、はい、ぜひやってみてくださいね。はい急に気合入るんだステップアップします。ステップアップじゃない、ステップアップ編、4、はい、トリマー4編ですね。で前回は3で、はい、こういう額に対して溝を掘って飾り面とした、はい、しました、しましたね。ガイド作ったんですよね。はい、やりました。はい、で今回は、この縁、あ、外側、ね、一番外ですか。はい、ここを家具、まあ、段鍵っていう家具、はい、家具はい、家具段鍵、はい、これを一番外を何ですか。分かりづらいですね。はい、見てもらいましょうか。でこちら、このように嗅いでもらうと、ここ削り取ると。削ることを嗅ぐというんですか。はい、でそれの幅を今回は5ミリの幅 で、 5ミリの幅で深さは3ミリ、はい、でやってもらうんですけど、はい、まあ、今ここにトリマーの刃をちょっと嗅いでもらったんですけど、はいはい、この一番端の刃、まあ、この刃ですね。あら、こんなビットあるんですか先生。はい、まあ、普段ホームセンターあんまり売ってない。いや、見ることないですね。はい、まあ、この刃を使うとこのように、まあ、ローラー、コロがついてるんで、はい、当てて、まあ、回転したらここが、まあ、この形に削れると。このもう5ミリで削れるわけです。はい、便利ですね、そうですね、このビットは。でも深さだけ合わせてもらったら、はい、そのままいけるんですけど。なるほど。まあ、先ほども言ったように持ってないですよね。持ってないです。だからそういう方でも、まあ、できないなっていう。ああ、そうです。これがなかったらできないかというと違って、うん、またこの普通の今まで使ってた、まあ、これストレートビット。ストレートビットならありますけども。まあ、これ例えば4ミリ、これでもできます。でも先生5ミリです。はい、今日は5ミリを削りたいんです。そうなんですけど、まあ、これとストレートガイドを使うことによって、まあ、例えば1回4ミリで放っといてちょっとずらしてまた削ることで、難しそうですよ。できるんですよ。1ミリ合わせて大変ちゃいますか。あ、いや、そんなことないです。全然簡単、いけます。で今これ4ミリって言いましたけど、はい、今このトリマーについてるのは5ミリの、あ、じゃあ10ミリの刃がついてます。太いですよ、10ミリは。結構大きいですね。あの、はみ出ますから、5ミリなんで。それでもいけるんです。いけませんよ、そんな太いのでいけませんって。懐疑的ですね。でもこの刃でもいけるんですよ。そうですか、はい、先生が言うならいけるんでしょうけど、まあ、そうです。まあ、やってみてもらったら分かるんでしょうけどね。はい、まあ、なかなか最初理解しづらいかもしれませんが。じゃあもうね、多分私5を持ってるんちゃうかなと。1回でいけるでしょ、5ミリ。そうですね、この5ミリの刃。ビット。そうです。5でいけるんですけど、はい、まあ、普通、まあ、やったことなかったらそうやってしまうと思うんです。うん、そうですね。はい、
でも5ミリの刃で5ミリの幅にちょうどに合わせるっていうのは難しい。だって5ミリでできてるんだからバッチリいくでしょって思いますよ。ね、なかなかうまいこといかないのと、まあこれ多少多少ずれてしまって、まあこれ内に入ってしまったにした場合に、はい、うっすらここに木残る状態になるんですよ、うん、だからそうすると割れてしまったりして、はい、ここ欠けてしまったりとかすることもあるんです。そうかもしれませんね、はい、なんで、まあ、こういう作業をするときは少し大きめのものにするか少し小さめのものにするか、少し小さめのものに2回にか、そうですか、はい、そうやってもらうときれいにいきます。先生の言う通りやってみましょうか今日はえらい素直ですね。いや、はい、なんかすごい気になりますかねこれね。私もやりたいんやけど、あ、この5ミリのビットとか4とか6、あ、持ってないからできへんわって、ね、諦めることも家であったりして。今回5ミリは、まあ、持ってはるっていうことですけど、そうなんです、5はいけるかな、まあ、持ってないサイズももちろん、そうなんですよ、でね、限りたい時もあるでしょうから、う、はい、この方法を覚えてもらったら、まあ、それも可能と。これを実際ちょっと練習の材でやってみたいと思います、うん、今日も面白そうですね、はい、楽しんでください、はい、では、この刃は、転がしているやつなんで、はい、もう以前やったあの、飾り面と一緒ですから使い方が、分かりました、コロを襲わせるんですよね、はい、まあ、この刃はこのコロを取り替えることができるんですよ、でそのコロを取り替えると、まあ、この距離変わるんで、この刃そうです、距離変わるんで、まあ、その溝の大きさを変えることができます。便利ですね、はい、でまあ、なかなか、まあ、このまま使うことが多いですけど、うん、はい、まあ、これを合わせるところからやってもらいましょう、はい、深さ3ミリでしたよ ね、 これは深さを合わせるだけでいいんで、はい、セッティング楽ですね。今はね、もうね、はい、4ミリですね、あ、はい、あと1ミリ減らしてもらって、はい、浅くするには、はい、こうか、どうでしょう、使い方もだいぶ慣れてはりますね。あ、3ミリ、うん、3ミリね、はい、6、はい、OK、はいはい、はい、そしてスイッチを、スイッチコンセントですね、ですね、上もって刺したら嫌よね、こうしようか、はい、必ずね、こういうあの抜き刺しをするときは、はい、はい、コンセント抜いといてもらって、わかりました、はい、ね、型に、はい、合わせていただいて、はい、コードは前にないね、はい、そうですね、では、はい、いいですか、削りましょう、やりましょう、削れてますね、はい、これを何でした、もう最後に見てもらったら、最後まで、はい、はい、おお、はい、綺麗にいきましたか、かげました、かげましたね、はい、これを次はあのストレートビットでやる方法を、教えたいと思います、はい、はい、では、先ほどのコロをついたやつ、はい、ビットで削ってもらいましたけど、うんうん、いかがですか、コロがあるのでもう沿わして簡単に鍵の形ができましたね、そうですよね、はい、深さを合わせるだけであとはもう何も考えず、もう抜き切るだけだけ、はい、簡単でした、はい、でもまああの刃を持ってはったら、まあ、こういうふうに簡単にできるんですけど、持ってないなかなかね、持ってないと思うので、まあ、ストレートビットを使って今の同じ作業ができるようにしたいと思います、はい、でその時に使うのがこのストレートガイド、ストレートガイド、はい、前にも使いましたけど、はいはい、でこれを見てもらうと分かると思うんですが、ここに、溝というか、はい、何か掘ってありますね、はい、ここにね、これが必要になります。だから、はい、うちの教室の、まあ、このストレートガイドは、まあ、大抵のものはこういうふうに掘った状態になってます、はい、うん、でこれをどう使うかということなんですけど、はい、まあ、これ、先ほど5ミリの幅で溝を、段を鍵、はい、鍵ましたよね、そうでした、でこれは刃10ミリなんですよ、はい、それでこの刃を使ってどうやって削るか、そう、どうやって10ミリもあるのに、はい、そうですよね、普通で分からないかもしれませんけど、はい、こういうふうに、まあ、これ10ミリなんで半分、まあ、実は測らんとダメですけど、はい、まあ、こういうふうにかぶせて削ると、かぶせると、うん、これだったら見えてるところが5ミリにすればいいってことですか、はい、なんで、これを使えば先ほどと同じ作業ができるようになります、はい、はい、なんでまずこれを開ける、そうですね、まず溝を掘る方法を説明しようかと思います、はい、では削り方の説明をします、はいはい、ね、この削り方なんですけど、まあ、種類は何種類にもあるんで、まあ、そうですか、いろんな方法があるんでその中から選んでもらったらいいんですけど、はい、まあ、例えばこのトリマー、これをこのまま、うん、置いて回転させて、まあ、刃を回転させてこのガイドを近づけて削ると、バーンって飛んできそうで怖いです ね、 そうですね、これは非常に危ない、まあ、プロがやるはるんだったらこういうやり方をしてはるんでしょうけど、はい、
まあ、やっぱりね刃を上に向けて回転させるっていうのは非常に危険なん で、 そうです、ね、この作業はまあできればやらない方がいい、まあ、やめてほしいっていう作業ですね、はい、ではじゃあ、はい、誰でもできる安全なやり方は。そうですね、まあ、今回はこのドリルドライバーを使って説明しようと思うんですけど、はい、まあ、ドリルドライバーだったらこの動画を見られてる方やったらもっと貼ると思いますし、これはインパクトでも、うん、インパクトドライバーを使っていただいても構いません、うんうん、はい、こういうやり方でもいいですし、うん、まあ、例えば彫刻刀が家にあるんやったらそれで掘ってもノミとかね、ノミはなかなかもっと貼る人いないかもしれませんけど、あったらそれを使ってもらってもノコギリで切っても、まあ、どんな種類のやり方を選んでもらっても構いません。そうですか、そうですか、はい、今回はこのドリルドライバーで説明をするということですけど、はい、でこちらをちょっと出してもらえますか、はい、でまあ、これが、ガイドを上から見た図ですね、はい、で今回掘ってもらうのは幅が15mm、 15mm、 はい、で深さが 10mm、 10mm のものを掘ってもらいます、はい、まあ、これは、10mm のビットを今回使うので、はい、それより大きい幅の、まあ、これ 15mm じゃなくても 12mm でも何 mm でもいいんですけど、はい、まあ、今回この 15mm を使ってるというだけですね、はい、で深さも 10mm っていうのは別にそれ決まってるわけじゃなくて、はい、まあ、これ貫通しない程度。そうですね、貫通しちゃったら具合悪い、はい、貫通してしまうとまあどっかで 、まあ、引っかかったりもしますし、はい、せっかくねこの板張ったのに、そうですね、役に立たなくなってしまうので、まあ途中まで、はい、はい、まあ、そのサイズでやってもらおうと思います、はい、で最初にこの板を2枚用意しておいてください、はい、2枚いりますか、はい、うん、2枚あった方、まあ、ないとちょっとこの作業しにくい、はい、で、まあ、今後変えることもあると思うので、あ、そうですね、はい、2枚あったら、はい、そのまま使えますから、はいはい、これを用意してもらって、まず中心の線を引きます、はい、ここはそんなにあの精度が求められる ところではないので、大体でも構わないですか、はい、大体でいいです、はい、でこれを線を引いてもらったら次は、はい、このクランプ、はい、まあ、いつも通り大浦さんのをお借りして、はいはい、これを合わせて、はい、固定をすると、固定をすると、はい、で、この2枚の板の中心のところに切りで点をついてもらって、はいはい、このドリルを使って、深さ10mm まで掘ると、でその時に、まあ、この 10mm のところにこういうふうにマスキングを巻いておくと深さも分かりやすいので、はい、そうですね、それ以上いかないように、まあ、はい、以前も まあ、やったんで分かると思います、はい、じゃあこれ実際の開けてみてもらえますか。分かりました、はい、はい、どうぞ。じゃあまず切りでつくんですね、はい、そうですね、はい、そして、はい、ドリルで穴を開けると、はい、ここに合わす芯があるんでそれやりやすいと思うんですけど、はい、はい、まあ、まっすぐ、いけますか、なかなか力が上からこう、はい、ぐっと押してもらって、先生ここ持っててもらっていいですか。もうちょっとですね、今日は力がないですね。すいません、お、はい、これで開いたかな、はい、ですかね、はい、ちょっと大原さんお疲れ気味でしたけど、すいません、はい、お昼うどんだけだったので栄養が足りない、はい、まあ、これ今クランプを使ってこう締めましたけど、はい、まあ、クランプない方はあの両面テープか何かで貼ってもらったら、そうですね、動かないですね、はい、いいです。でこれを、まあ、最後貼るんですけど、はい、注意点としては、まあ、はい、この中心、まあ、この中心ですね、はい、穴開けたところの中心とこれの中心が合うように、そうですね、じゃないとビットが入らないですね、そうですね、貼ってください、はい、まあ、貼り方前回説明してるんでいいと思います。分かりました、はい、じゃあ実際、まあ、これ使って作業してみましょうか、うん、はい、はい、では、ガイドをつけてもらったので、はい、これを使って段鍵をしたいと思うんですけど、その時のこの刃のセッティング、はい、合わし方ですね、はい、これの注意点をちょっとこちらに、はいはい、持っていただいて、はい、これを合わせるときに、まあ、この刃をどの方向で向けるか、ね、そうですね、例えばまあこれ端から 5mm で合わせたいんですけど、はい、この距離とこの距離でだいぶ違うんですよ、うん、なんで刃の尖ってる部分がこのプレート、ガイドですね、ガイドの板に対して直角になるように、ちょっと難しいですけども、刃の端と端をつないだ、一番端と端をつないで、はい、はい、直角にこの板が直角になるように、分かりました、はい、合わせてください。でこちらは直角になってないですね、この距離が多分 5mm 以下になってるはずです。それ気をつけないといけませんね、はい、まあ、実際はね、あの、
まあ、こうやって合わせてもちょっとずれることがあるか、かもしれないんで、はい、試しに置きで削ってから本番に行くっていうのを必ずやってください。はい、はい、ではこれで合わせて削ってもらいましょう。これまだ合わさってないわけですか。そうですね、何も。よし、じゃあそこまでね、用意しませんよ。あ、厳しい厳しい。深さが3でしたっけ。深さ3ですね。深さが3、もうちょっと、もうこの深さ合わせるのだいぶ慣れはりましたね。慣れてきましたね。深さ3、いや、合いますか。うん、合ってます。で、はい、今度これですわ。あ、はい、ごめんなさい、差し棒をしましたね。まあ、落としてもらったら、一番端にして、はい、うん、でこのガイドの端からこう押さえて測ったらいいですか。そうですね、と5ミリ。僕の方向から全く当てるかどうか見えないので、こうやね、こういけますかね。あの外側が5ミリになるように。うん、これで難しいな。もうちょっとか、こうかな。はい、この位置で、ね、ちゃんとネジを締めて、はい、はい、先生ちょっとチェックしてもらおう。はい、あ、いや、もう一回やってみてもらっていいですか。あ、そっか、削って測ればいいね。はい、まあ、今回これ自体が練習ですから。はい、ではコンセント入れます。はい、そうですね、必ず、はい、抜いておいて、それで入れます。で、注意、コード、はい、そうですね、コード、肩から回して、で必ずこの板は、はい、台よりも出す、そう、沿わす、はい、いきますね。いきましょう。で削ったらちゃんといけてるかどうか。なんかね、行き過ぎかな。合ってないですか。あ、でも 5.5 って感じですね。ちょっと広がったですね。そうですね、はい、深さは3です。はい、いけましたね。はい、まあ、実際やるときはまたこれ5ミリで合わせるんですけど、はい、はい、次はこれ、まあ、やり方を今回覚えてもらうということなんで、4ミリ、次は4ミリになります。今度はね、細いビットですよね。はい、これどうするのかな。ね、まずは端っこを削ります。あの、はい、奥から削るわけじゃなくて、ああ、そうですか、手前。そうなんですね。はい、で、先ほども言ったように、はい、同じ、まあ、4ミリの刃で4ミリを削るってことはしないので、はいはい、この4ミリの刃やったら3ミリ、うん、まず3ミリの段をつけて、分かりました。深さは3ミリ、はい、先ほどと深さは一緒ですね。はい、まあ、でも深さはね、違うトリマーが出てきたんで、深さ教室にはたくさんトリマーがあるんで、こういうふうなことできますけど、個人やとね、一回一回刃を変えないってたんですけど。で、はい、まず3ミリでした。3ミリです。これは細いから刃の端と端を見て、ね、これ緩んで、そうですね、はい、で3ミリでしょ。はい、3ミリに合わせてください。さっきはやりすぎたんでね。あ、まあ、でも今回2回やるんで、あ、そっかそっか。じゃあこの場所で、はい、行きましょう。はい、終わりました。はい、ではこれで、はい、もう1回刺します。よし、じゃあ、はい、行きますよ。もうすっかりね、メガネの着用にも慣れていただいて。そうですね、はい、当たり前のようになっていましたね。こんなにメガネが似合う人いませんよね。なかなかね、メガネをメガネはなかなかあら、うん、あ、そっか、いいんですね。3ミリしかやってないのね。はい、狭いなと思ったんですけど、はい、また抜いて、はい、抜いて5ミリですね。今度は、今度はどうしたらいいか、出た状態になりますけど、緩めてもらって、はい、こっからこの刃の端の距離が5ミリになるように合わせてください。5ミリですか。5ミリです。こっから、今度は外側の、外の、はい、で、ガイドから5ミリですか。5ミリになると。ん、今3ミリ、ちょっと頭では今分からない。分かってませんか。まあ、やってもらったらね、はい、結果として分かると思うので。そうですね、はい、5、ちょっとね、やったことない。じゃあなぜ3ミリ削ったのかな。え、分かりづらいですか。分かりづらいですね。だってなんで最初から5いかないんですか。この刃4ミリですよね。
もうね混乱してきた、数字がいっぱい出てきてね、皆さんそう思いませんか。小学校の算数以来ぐらいの、だってもうこのメガネでさえもう緊張してんのにやな、緊張してんのにやな、すごいな大阪の人。左手でもうちょっと押さえてたからね、はい、はい、え、だいぶ削れません。いや、それはあの合わさはったあれが合ってるかどうか確認してくださいね。これで終わったもん。え、だって4ミリしかないのに今なんで5ミリ合わせれたんでしょうか。だからその前に1回3ミリ削ってるじゃないですか。5ミリや。そんな驚愕の驚愕の結果ですかね、これ。すごい、いけました。4ミリのビットですよね今、はい、だからその前に5ミリいけてますよ。多分あの動画で見ていただいてる方に逆に分かっていただけるみたいなかなと思うんですが、はい、最初3ミリいきましたよね。そうですね。でも4ミリのビットなの次5ミリに合わせましたよね、はい、4ミリしかないのになんで5ミリに合わせる。じゃあ幸子さんの、疑問をちょっと解決してエンディングの方へ行かせていただきたいと思います。皆さん分かったんですかね。うんでってる、恥ずかしい。ではね、このままちょっともうエンディングに向かっていきたかったんですけれども、なかなか疑問が解決しないと。ちょっと分からなかったですね。あ、そうですか。ちょっとね、なかなか説明不足が頭にスッと入ってこなかったんですよ。あ、そうです。なかなかスッと入ってこない。なもう3ミリ、5ミリ、はい次4ミリ、え、何ちょっと待ってくださいっていう。あ、そうですか、はい、数字多分きっと皆さんそうですよ ね。今数字3つぐらいしかなかったですけどね。いや、それだけで混乱します。混乱します。だって4ミリのビットですもん、はい、あ、もうだからこれを、はい、今、まあ、掘ってもらいたかったのは、はい、5ミリの幅で3ミリの深さ、そうです、のものを掘ってもらいたかって、今やったのは3ミリ、3ミリで一旦掘ってからさらに内にその4ミリの刃を動かして、はい、で幅5ミリで深さ3ミリを掘りました。そうなんですよ。で、まあ、それとは別に、まあ、端から5ミリのところに最初掘ってしまう、いきなり5ミリいったらいいんじゃないですかね、はい、まあ、これは最初も説明したんですけど、どうしてもここがまあ薄いのが残ってしまいますから、はい、まあ、これ欠けてしまうということもあるんで、まあ、やり方としてはこっちにやって、こっちが正しいやり方なんですけど、きれいにできますから、まあ分かりづらいということなんで、まあ、一度分かりづらいです。説明ではなんとなく分かってるようで、でも分かっていないと思います。なるほど。頭では分かってないと思います。じゃあ、まあ体感としても分かっていただこうと、はい、実際やってみたいです、はい、読みで実際この、うん、この方法を、はい、やってみたいと思います。バツの方のやり方ですよね。そうですね、まあ、試しにやってみたら分かると思います、はい、だって5ミリに最後合わせた最初が5で合わせたらいいんちゃいますかね。もうこれ5ですか、まあ、そうですね、今回はちょっとセッティングさせてもらいました、ね、はい、じゃあこれでスイッチ入れますでしょうか、はい、そうですね、入れてもらって、はい、はい、じゃあ行きますよ。もうね、使い方なんかわかりますね。はい、こういうふうにちょっとずつ残るんですね。はい、行けましたね。どうなってます？まあ、こういうふうに残る。まあ、ちょっと画面上分かりづらいかもしれませんが、これ残ってて、これすごい折れたりとかするの。あ、残ってます ね。折れたりとかするとこう角削れるとかなくなってしまうというか。そうですね、なるんで、なんか面が取れた感じ、まあ、取れるぐらいなんで。ちょっと待って先生、バリバリになるんですよね。ちょっと待って待ちますけど。そうやな、分かった。分かります。ここの幅は4ミリですね。そうです、ビットが4やから、ほんで、まあ、今回こうに余ってるんですわ。1ミリ余りますね。こういうのは取れやすい、まあ、さっきも取ってますけど、ビリビリビリ、ね、で、じゃあ残ったのをじゃあこれに合わせて削ったら、まあ、何せ取り、まあ、こういうふうに削れてしまったりとか欠けてしまったりとかするんで、はい、そうやね。なんで、まあ、先に外からやって内に入れるとなんですけど、今回10ミリのビットと4ミリのビット使いましたよね。はいはい。でこういう作業されるときは大きいビットを使って作業してください。はい、なんでかというと、まあ2回、今も2回行きますね、作業としては。はい、2回行くとどうしても段がついてしまうこともありますし、できることができれば、まあこういう大きいので取ってください。まあ、だから刃持ったらへんっていう場合もあると思うんで、そういう場合だとこう2本
でもできますよっていう、2回、削れば小さいビットでもできるという、はい、あのやり方を、はい、説明ですね。やっぱやってみな分からへんね。あ、体感としても分かっただからもう端っこ、この分、はい、最初に取っておこうねってことですね。あ、そうですね、分かった、分かりました。うん、なんか取ってるから5ミリ中に入れても削れるんですわ、はい、そうです。そんなに不思議なことやったかどうかちょっと分かりませんけれど、まあ、一応分かっていただけたかなと。不思議でしょう。まあまあこれで分かっていただけたらなので、これを応用した、はい、飾り面をこの額に入れていきたいと思います。これで終わりじゃなかったです ね、はい、ですね。いよいよ本番ですね、はい、これまあ額を作る、額の作り方のステップアップ編なんで、まあ、一応額もやりましょう、はい、やりましょう。これで段階のやり方を覚えてもらったと思うので、はい、これを応用した、はい、いよいよ本番です ね、 そうですね、応用した、飾り面をつけたいと思うんですけど、段階、はい、それを取ってほしい、どんなものを取ってほしいかというと、これ、これですか、はい、これは応用編ですね。まあ、これはもう大浦さん自ら考えて、かなり応用ですね。今日はだって一段しか嗅ぐ方法なしか習ってませんけど、大丈夫です。もうね、この応用ですから、もう考えながらどっか結論にたどり着いてほしいなという、一段二段削るわけですか。はい、ここに、じゃあ、ね、まず端っこから削れという先生の話だったので、はいはい、端端からいきますわ。端端って上ね、これ端ね、はい、ということなので深さ3、もうこれは僕何も言わないので、深さは3以上やったらかが3の9、これ10でしょ、ね、はい、そうですね。だからこれが危険なので、よし、行ってみよう。そうですね、もう失敗は成功のもとです。そうです、失敗したらまたね、はい、なんで失敗したかとかも考えますし、はい、これ深さ3ですわ。3ですか。ほんで、はい、奥行き、あ、出しておきましょうか、まあ、9、これ9、一番の外9、そうですね、はい、急に、あ、10あるかな、1ミリ、よし、これで、まあ、今回はね、この時間の関係で、はい、あの試し削りせずにもう本番に直接行きましょう、はい、ね、まあ、ちょっとぐらい飾り面ですからね、ちょっとぐらいずれてても困らないので、はい、でこれでコードを入れていきますよ。一周したらいいですか先生。そうですね、一周しないと困りますね。じゃあまずいきますよ、はい、行きましょう。あら。口に入らへんよね、気をつけて、ちょっと、はい、はい、これで1段目ができましたよ。じゃあこれで次は何でしたっけ。何か覚えてますよね、はい、これ、はい、こう取ったので、今度残りが幅が5、はい、の3ですね。3ですか。え、3でしょ。あ、ほんのはまあ3ミリですけど、深さ3ですよね。で5を取ったらいいんですよね、はい、違うか、え、ちゃうか、はい、あ、違う、ん、うん、そう思ってる。はい、じゃあこれ合わせ、はい、あ、お姉さん危険。そうですわ、必ず指なくなったらもう、そう、ね、抜く、奥さんも泣いてしまいます、はい、木工できなくなります。え、だから今は深さ3のままでしょう、はい、もう一回見ましょうか。いや、3のままでいいんですか。え、いいんちゃいますの、ここ取ったでしょ、ここですよ、3でしょ。ここなくなってませんからね、ここ、え、このラインでなくなったわけじゃないんで、このプレートのここですよ。今ここ、私どこ削ったの。今ここ削りましたでしょ、はい、あとここ削ればいいんですよ。こうも話は通じんかと今。びっくりしますけど、え、このプレートが乗るのはどこですか。ここがないので。今多分分かった、分かりました。ここや。そうです、ここ今
ね、これ見たら分かりますやん。これ見たらいいですよ。大丈夫です、あの動画の人は見せなくても分かってます分かってないと思います。あ、よかったです。動画を見てる方のことをそうそう私と一緒にしてるわけではないんですけども、多分分かりづらいでしょ。そうです、分かりづらいから、まあ、今こういうふうに私分かりづらいから皆さんもきっと分かりづらい。わざと間違っていただいたと、はい、もうその本気で間違プレート乗ることを考えないといけません。そうです、まあ、3ミリ削ったのは端っこだけ。そうです、なんで残ってますかね。残ってます、はい、トップ、常にプレート乗るのはトップ、はい、ということは何ミリや、ここ。書いてありません、はい、びっくりしたな。いや、はーって言いつつちょっと分かってないけど、 6? 6です、 6したらいいんですか、はい、ちょっとね、今あのお見苦しい点がねびっくり、力が入らんなってきた。そうですね、僕も今力全然入らないです楽しかったな今日ちょっと6ね、6ですよ、バッチリやん、さすが。6の5ですね、はい、刃の一番端に合わせて5か。これ今あの両刃の刃を使ってやってるんですけど、片刃の刃もあるんですよ。片刃の刃ですか、トリマのビットって、まあ、その時も一番、刃の外で合わせてもらえばいいんで。片刃って何かまた写真この辺載せといてもらいましょうか片刃ってこちらっていう、はい、そうですね、それでは先生、はい、コンセント入れますよ。はい、はい、ちゃんと合ってますね、はい、はい、それではいきます。行ってください。どうなることやら。やってるとなんとなく分かってきました。分かりました。やっぱり何でも体験しないと。はい、驚きですね驚きですか。これはこんな模様ができました。そうですね、またこれも見ていただいたら、はい、無事掘れました。掘れました、はい、では、カバー完成しました。はい、できました、はい、こういうふうにね、あの一本の刃を使って、うん、一本の刃だけを使ってこういうふうに模様が掘れましたね。面白い形、はい、こういうふうにいろんな、ね、応用でこういった飾り面も使う。トリマー1本でできるわけですね。トリマーのビット1本ですね、はい、まあ、これを変えたらまた違う形で作ることもできますし。面白い、はい、いろんな形でも応用できると思うんで、また違うアイデアでなんかオーラさんも作っていただいたら。面白かったってあるんですけど、ちょっとやっぱ難しい、はい、難しい。最初に3ミリ深さで5ミリ幅で9ミリ幅、それはよく家でやるときは図面自分で描きますが、最初どこ取ろう。あ、まあそうですね、段取り考えたことは、ね、重要だと思うんで。段取りに1時間くらいかかりそう多分動画見ていただいてる方はもうちょっと早くやっていただけるんじゃないかとは思うんですが、本当に分かっていただけてるかな。もし万が一分からへんっていう場合はもう見直してください、うん、もう一回ね、この動画見直していただいて、見直して試しに削る。あ、そうです、もちろんもちろん。今回はあの、それがよう分かりますね、試しに削る、ね、まあ、動画で、はい、まあ、あの段取りもあったんで試し削りで飛ばしてますけど、普通やったら必ず試し削りをしてから本番やってもらった、ね、はい、なんで失敗してるね。そうですね、困りますから、はい、で、まあ、今回はこの飾り面をやりました、はい、で次回は、まあ、この額っていうのはこの段のところあの縁つけてるんですよ。そうですね、はい、つけてます。つけてるんですけど、この縁を削るというのを、いいよいいよ、一個の木からできると、はい、これはいいですね、はい、それをやってみたいと思います。前からね、オールさんやりたいって言うてはりましたからね。額をちゃんと作ってみたい、ちゃんと、はい、これで、ね、はい、額のまたレベルが上がるかなと思います。楽しみですね、はい、はい、では今回の額の作り方ステップアップトリマー編のパート4でした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。ちょっと長い動画ではあったと思うんですけれど、長編ですね、長編ですね本当に。でも、まあ、見ていただいたら、
はい、まあ、こういった段書きとかそうですできます。まあ、大浦さんみたいに苦戦されるかどうかちょっと分かりませんが、はい、でも失敗も必要だと思います。まあ、失敗してね、回数を何回もやることによってやっぱり技術って身についてきますから、はい、そうです。それで失敗の中から新しい技術が意外とね、なんか見つかるかもしれませんし、こんなことできたんやっていうことがあるかもしれませんからね。そうですね、皆さんぜひ、ね、失敗に恐れず、はい、いろんなことに挑戦していただけたらいいかなと思います。怪我だけはご注意ください。そうですね。それではウドロド動画書く教室のリンクはこちらから、チャンネル登録はこちらまでお願いします。